今日鍋食べたい。鍋？うん、別にいいけど、うん、じゃあちょっと、じゃあ材料取りに行こうよ。うん、分かった。しゃしゃ、鍋だ鍋だ。おばあさん、その袋の中身何入ってんだよ。今日鍋しようと思ってね、スーパーで買ってきたんじゃ。ほう、ケタオッケー。あっ、ほら帰ろうぜ。よいしょよいしょよし、早速調理するわよ。ちょ、ごめんママ、調理開始する前に僕トイレ行きたい。早く行ってください。あんた、うん、あ、ついでにパパも呼んできて。あ、分かった。うん。おい、ちょ、大臣、あいつが鍋やるから来いってさ。あー、分かった。あれー今日の晩飯中、あいつを痛い目に遭わせようと思うんだ。お前も気楽しろ。いいだろう。あ、あんたたちちょっと遅いわよ。あ、ごめんごめん。手伝ってもらおうと思ったのにもうできちゃったじゃない。うん、何よ本当に。ちょ、避けなさい、あんたたち。こっちから行きな。あいつ、いいタイミングでいなくなってくれたな。まずはこの激辛唐辛子であいつを懲らしめてやるぜ。投入。とんだ邪魔が入ったわね。よいしょ。あら、何、あんたたち、よそってくれたの。うん、じゃあ食べよっか。うん、食べよう。いただきまーす。いただきまーす。これピリ辛だけど美味しい。全然いけるじゃん、うまーい。あー、なんかお腹痛くなってきた。ちょっとトイレ行ってくるね。うん、行ってらっしゃい。避けなさい、あんたたち。そっちから行きなよ。あー、そこで。さっきも言ったじゃん。なんだよあいつ、全然辛いってなってなかったじゃねえかよ。まああいつ味覚バカだからね。うん、まあでも任せろ、俺には考えがある。なんだ。何する気だ。へぇ。おい、お前ちょっとそれやりすぎだろ、俺らもう食えねえじゃねえかよ。お前黄色いぞ、大丈夫か。はぁ、すっきりした。あー、よいしょ。あー、食べましょう食べましょう。よいしょ。ん、あんたたち、なんか足した調味料。うん、うんと、忘れた。そうよね、なんかちょっと酸味があって、まあ全然美味しいよね。うん、グッとグッと。うん、うん、美味しい。あ、何よ、ほんとこんな時に電話なんて。よけなさい、こっちから。はい。あいつ、おしっこ入れたの気づかんかったぞ。バカだな。じゃあ次は、嫌でもあいつが気づくもん入れてやるよ。このダンゴムシをバラバラに入れて。くちゃる。うわっ、もう。ああ、間違いねえわよ。誰が砂糖よ、あんた。本当にもう。ああ、食べましょう。よいしょ。あおね。ああ、なんか歯ごたえシャキシャキするわね。具材追加した？あれキャベツ入れた。あ、そうなんだ。うん、なんでなんかちょっと違うと思ったんだ。あー、美味しい。でもなんかちょっと物足りないわね。ちょっと新しい調味料見てくるわ。うん、いってらっしゃい。どけて、ほら。こっち、こっちからこう。あ、そういうことか。うん、何回言わせんだお前、同じこと。なんであいつ全然気づかねえんじゃねえかよ。面白くねえな。安心しろ、最終兵器なんだ、トリカブトだ。これを食べたら絶対に死ぬんだ。いやでも気づかせてやるよ。うわっ、あー、これはやばいぞ。死亡確定だな。いや、うち全然調味料なかった、そういえば。あー、そうなんだ。いただきます。
うまー、なにこれ、え、超うまいんだけど。タッカもいっぱい食べて。いや、お腹いっぱいだから、お腹いっぱい。いや、そんなこと言えないで、ほら遠慮したいで食べて、ほら。あんたなんか入れたでしょ。いや、あのちょっと、あの鳥かぶとちょっと入れて、うん、鳥かぶと何やってんのよ。あんたも食べなさい。楽しい歌、悲しい歌、食べなさい。どちらかというとこの歌は楽しい方かな。ここまで使ってね。オッケーです。サンバー。